こんにちは、トランペットクリーチャーの山内博史です。今日は、ハイノート吹くためのアンブッシャー、それからこのリードパイプを取り外したウォーミングアップの仕方を、おさらいしてみましょう。まずアンブッシャーです。アンブッシャーというのは自然じゃなきゃいけません。目をつぶって寝ている時のような感じで、唇の位置はここの口角の位置はこうなってますよね。これをここでグリップ、イメージ的には E と U を足したような感じ。 E、 U、 唇を吹く、ベロはこういうふうに小村返りになってます。こうなってます。こういうイメージですね。ちょっとやってみましょう。顔に均等にマウスイスが唇に当たるように角度調節してください。これは舌が遊んでます。これは舌に圧力かかってます。ちょうどいいところ。この辺ですね。それから手も、プレスをかけないように、プレスをかけないように今のポイント4つほどありましたね。まずアンブッシャー、ベロの位置、それから均等に当てるってこと、プッシュしない、これがこれを圧力のかかった少量のエアで腹筋をでお湯してます。決していっぱい出しちゃいけません。もう一回やりますね。こういうことです。これつけて吹いてますね。こんな感じです。皆さんのトランペットの向上に役に立ってもらうといつも思ってます。それではまた会いましょう。